皆さんこんにちは。ソリーちゃんの仕事。タピオカリンです。タピオカになっちゃった。はい。というわけで今回ですね、業務スーパーで買ったインスタントタピオカを使ってね、この15種類のジュースに何が一番合うか検証していきたいと思います。軽くねジュースだけ紹介していきたいと思います。それが一番。はい、まずファンタとネクスターとカルピスと三ツ矢サイダーと三ツ矢その名前じゃん。16茶とマサのいるのイルミレモンとコガコーラとコーラフルーツブオレンジとイチゴミルクとこれなんていうの、シャンメリー、なんかシャンメリーシャンパンだね。ノンアルコールのなんかクリスマスに飲むような感じのやつです。パーティーに飲むと、あと冒険美茶とこちらがココア2つに飲みたいコーヒーとミルクティーと、こちら最後ですね。これはプリンの飲み物。プリンです。はい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 。これで15種類です。何が一番美味しいと思いますか？はい。はい。はい、私も三ツ矢サイダーが一番だと思います。二人とも一致した。だけど、あのタピオカにしないで飲んで美味しそうなの。つぶつぶオレンジ。ひょうちゃんいちごミルクじゃない。いちごミルク、あ、タピオカには絶対いちごミルク、まあ、王道はミルクティーとコーヒーといちごミルクあたりだよね。そう、抹茶、普通に売ってる抹茶はちょっと今回ないけど、うち抹茶飲めないからね。私飲めない、うん、ママもママは飲める。見て、早慶美茶とかあるよ。早慶美茶とか、うん、お茶系はお茶系はちょっと危険な、うん、まあ、味が好みが分かれるかな。はい、はい、じゃあタピオカさっきね30秒間これがなんだっけ30秒間お湯で加熱したやつがこちらです。じゃん、うん、さっきね、台所キッチンでやったやつ。じゃあ早速作る作りましょう。本当にタピオカを入れていく15個。え、入れて。はい、というわけでまずはタピオカを入れていきたいと思います。はい、もう入れちゃうよ。これに入れて入れすぎ？なんか蜂の巣みたいな。ね、蜂の巣みたいになっちゃった。蜂の巣みたい。まあタピオカは美味しいから多く入れた方が。うん、こんなにたくさんあるから。入れちゃったでも15個だからね。このぐらいかな。はい、というわけで15個全部タピオカ入れ終わりましたので、はい、次はですね、はい、ジュースを入れていきたいと思います。はい、まずリミエチョコチョコリン、私はプリン入れます。プリン合わなそうね。ほんと、なんかパパね、プリンが一番美味しそうだ。そうなの？まあ、色がね、はい、いい、いくよ。うん、ストローで押せば、ストローさしてプッ、見て、うん、意外といい色じゃん。これ一番まずそう。いい？いいよ。わし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 。ちょっと一回冷まし、ちょっと冷ましたら入れる。しーちゃんも炭酸系。はい、というわけで作り終わりました。一気で蓋もしたし、ストローもしたし、中身入れたし、あとは味を比べるだけです。はい、飲むのが緊張します。え、だってさ、めちゃくちゃ緊張するんだけど。こっちからじゃーっていこう。そうだね、こっちからじゃーって端順、端から、うん、飲んでいきましょうか。マジ条件見ちゃったこっちから、こっちから、あ、私条件飲んでみよう。いただきますって。いただきます。
ました。タピオカもない。あ。一個入りました。合わないね。合わないよ、ね。タピオカ自体美味しい。で次。これは？シャンメリー。シャンメリー。これ一個入った。うん、どう？あれ。マジで？え？あれ？あ、美味しかった。これめちゃくちゃ美味しい、合うんだけど。美味しい、美味しいね。意外だね。シャンメリーとタピオカ。あ、おかわり。はい、次ミルクティー。ミミ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 合わなかった。今のところシャンメリーが一番。シャンメリーが一番だね。意外じゃね。じゃあ次タピオカ。ここは合うよ、絶対合うよ。ここは合いそう。いい、うん、あ、グイ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 来た、グイグイ来た。おいしい、おいしい。はい、飲む。あ、おかわり来た。あれ、しんちゃんはそうだよね。おいしい、おいしいんやけど、うん、タピオカ一気に4粒入っちゃう。あ、そっか。噛んでるの。めちゃくちゃおいしいよ、これ。今のところシャンメリーとココアが。あ、でもあんまり飲むと まだまだあるからね。ブリューいっぱい。まだまだ、こんなに。じゃあ次、粒粒オレンジ。待望の粒粒オレンジ。いい？何ぞよくやん。まだ来ない、まだ来ない。タピオカは入ってないよ。あ、詰まっちゃった。うん、そっか。粒粒とタピオカで。あ、タピオカ、タピオカに乗りつけ。粒粒した。あ、でもだいぶ飲まないと。タピオカ甘い。だいぶ飲まないと来ない。甘い。あ、つぶつぶ、つぶつぶだ。はい、私飲みたいと思います。あんまり合わないね。合わない、合わない、合わない。合わないんだ。合わない。え、これミルク入ってる？もちろん入ってるよ。甘いやつ。じゃあリミ飲め。おいしい、おいしい、おいしい。うん、おいしいって。はい、じゃあ次、次のミツル。ミミちゃん。気に入っちゃった。気に入った。ちょ。じゃあ次。コーラ。コーラ。コーラはどうなんだろうね。合う？合いそうではないか。炭酸だからね。普通。ねえ、これ。あ、うん。さっきよくやってきた。うん、飲め。どう？ちょっと待った。ちょっと待った。でかかったのかな、炭酸といい感じに空気圧で。本当出ない。ちょっとそうでしょ。飲めない。本気いつ？本気も。炭酸で。あ、本気。え、飲めないんだ。本当だ。おお。コーラだけ飲んでない。しーちゃん渋い顔して。合いません。あ、じゃあ待望の三ツ矢サイダーだよ、次は。やったやった。はい、飲めて。うわー、詰まっちゃった。詰まっちゃった。コーラ詰まる、詰まる。あ、じゃあやった、三ツ矢サイダーだ。サイダーも詰まるんじゃない？
いい？炭酸だから。お、詰まった。ね、不思議だね、炭酸詰まるの。3粒いった。お腹いっぱいになりそうだ。吸えない。吸えない。いきなり詰まっちゃった。これ振る振るでもう少し振ってみよう、こうやって。いいよ、もうそんな振って。でも入れる前に振ったの飲んでいい？飲んでいいよ。吸えない。本当だ、吸えない。タピオカ詰まる。美味しい。美味しい。予想外に美味しいんだけど、意外と。めっちゃ詰まる。これってすごい詰まるけど、味は美味しい。じゃあ、ストローなしでやってみる。それ、ただのクリームジュース。プリンしか飲めない。パンのジュース。ちょっと。踏んないとね、飲めない。あ、じゃあ、硬いからやっぱり詰まっちゃう。うん、そうだね。うん、今のところ半分まで来ましたけど、炭酸がね、うん、め白いね、なんか泡が出てくる時は、うん、タピオカね、うん、やっぱり飲めないんだ。口に入ったやつを出した。ちょっと汚い。はい。そしてそれを知ったら飲む。じゃあこれはやめとこう。次、いちごミルク飲みたい。うん。いい？いいよ。見て。タピオカ。え？タピオカ。やったー、タピオカ。やったー、めちゃくちゃ嬉しい。あ、これピンクじゃない、赤だ。いただきます。これはもう、鉄板かな。あれ、あ、だいぶ違うね、感想が。じゃあ次は三ツ矢サイダーっぽいキリンレモン。あ、美味しくない。美味しくない。やばいやばいやばい。やば。美味しい。あ、美味しい。あ、でも最後になんか三ツ矢サイダーと違ってなんかグッてなんか来るんだよ。くるくる。グッてなんか。痛めてくれ。なんかね、合わないのに。あ、そうなの。リミのそれはネクタ。桃だ。ピーチ、ピーチ。ピンクじゃないんだね。なんか色が。うん。これ、もともとこういう。とか、桃の中。変な匂い。桃の匂い。桃の匂い。一回これだけで飲んでみたら。あ、私合わなかった。なんか三ツ矢サイダー人気が、キャンピングですごいんですけど。カルピッシュ、カルピス最近飲んでない。飲んでない。だけど少しな。久しぶり。全然飲んでない。カルピスどんな味だったっけ。お、これカルピスの合わない。ピンツ野菜だ。じゃあ私16茶用意したの、うん、もしまずかった時に。いただきます。味変わるのこれ。変わる。変わるんだ。タピオカの味がちょっと入る。これ。本当になんかちょっと薄くなる。これ美味しいから飲みたくないとか言わない。美味しいから。大丈夫よ。ぬるいよ。ぬるる。ぬるい。お茶や、お茶。あんまあったかいんだ。タピオカがね、あったかい。タピオカがあったかい。一番ちょっと足りなくて。ぬるい。飲んで。16茶の味じゃないこれ。うわ、本当だ。味が変わるね。味が変わっちゃって、ちょっとこれ検証できません。検証できません。初期ですか。リンさん、この中で一番好きなの。やばいね、これお茶系はなんかお湯だね。ただお湯でした。味がなんか薄まってお湯よ。しかも熱い。リミ、リミで一番好きなの決まった。決まった。もう決まるの。ね、決まった。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 ヒント。
テリテリテリ。うん。じゃあせーので取るよ。せーの。お、分かれた。この子が一番美味しかった。コーヒー。この子が一番美味しかった気がする。コーヒー。じゃあパーティーとかクリスマス会とかでシャンメリー飲むじゃん。みんなタピオカを入れればいいじゃん。うん。意外だね。意外。へえ。美味しい。はい、というわけで私たちがね美味しかったなと思うのはシャンベリーとコーヒーでした。で皆さんもねいろいろ試してどれが一番美味しいか試してみてください。はい。それではバイバーイ。もう一回言ってもないの。元気だな。グミペア、三時だおやつだ。